来月行われる金沢百万石祭りのメイン行事。百万百万石行列の玉姫役ととしつね公約が決まり、昨日発表されました。よろしくお願いします。百人の応募の中から玉姫役に選ばれたのは。金沢市にあるのぞみ保育園の金田愛さん。歌を歌うのが大好きです。着物が可愛い,い。玉姫になりたいです。 一方、四十九人の応募の中から前田俊恒公約に選ばれたのは響の小学校二年の坂下春明くん。将来の夢はサッカー選手ですかっこよくて優しいと俊恒公を頑張ります金沢百万石祭りは来月2日に開幕しメイン行事の百万石行列は来月3日に行われます1 0